ちは、レノです。今日は町中華にやってきました。以前の動画でも一度町中華行きましたね。でもその時はなんか多くの皆さんのコメントでこれ町中華じゃなくてガチ中華だよって言われたから来ました。いっぱいコメント来ました。未だによくわかんないガチ中華と町中華の違いが俺もね明確に説明できない。ドイツは中華屋さんがあるよ、うん、中華料理屋がある、うん、でも大体のドイツにある中華屋さんが全く中華料理と関係なく、それは絶対にガチ中華ではないだからガチ中華は本当にガチガチで中国から来た人が中国の味を作ってるガチ中華かなと思うけど、町中華だったら何。ちなみに今、はい、Google で調べてみた。ガチ中華とは、はい、しっかりとした定義があるわけではないですけど中国人が自分たち好みの本場の味で作った料理、これがガチ中華。言った通り。そうそうそう。Okay. で、町中華は昔から地元の人たちに親しまれる中華料理屋をメインとした庶民向けの食堂。よくわかんない。美味しい美味しい愛されている中華屋さん。じゃあそういうところに今日やってきましたので、早速注文したいと思います。じゃあこの町中華平和園というところでメニューです。うわ、美味しそう。美味しそう。てかさ、このさメニューのさ、年季の入り方わかる？真っ白な紙じゃなくてさ、年季が入ってるじゃん。歴史を感じるじゃん。これが町中華や。ここはちなみにあの名古屋駅の西側、雰囲気のいい商店街のお店がいっぱいあるから。早速注文していきましょうか。そうだね、注文しよう。来ました。ビール。黒ラベル。はい、大瓶だね。ねメラの顔と比べてもでかいっすね。これ633ミリリットル。Yes. よし、レナが今からラッパ飲みします。ちょっと私の、はい、入れて。ラッパ飲みってわかる？わかんない。ラッパ飲みってこれを口つけてこうゴク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 って飲むことをラッパ飲みっていう。あ、ドイツはだいたい瓶ビールでしょ。缶はないでしょ。ドイツ瓶が多いね。瓶が多いでしょ。ドイツもみんなちゃんとグラスに入れるでしょ。でかいのグラスに入れるか。あのマスとか。じゃあ今日はラッパ飲みせずにグラスに入れますか。いや、入れてください。はい、わかりました。はい、ではでは、シャーチャーさん、継がせていただきます。そうだよ、はい、ちょっともうちょっとさ、グラス傾けてくれないと泡だらけに。大丈夫、大丈夫。おっと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 はないよ。ありがとうございます。おっとっとはないよ。ちなみにあれだよ、ビール継ぐときはこのラベルを上にしてこう継ぐのが日本人だからね。日本は細かいルールがありますからね。そう、細かい中がビール以外のルール何にもわかんないから乾杯しましょう。乾杯。くー、瓶ビールうまっ。だからめっちゃ小さいグラスできてるの。あ、そうそうそう。乾杯って言ったでしょ。乾杯ってわかる？ハイを乾かすだから最初の一杯目は一気してじゃあ、はい、ラベルを上にして、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。両手でこう丁寧に。ありがとうございます。よくできました。あ、ちょっと甘い。これで日本人の仲間入りでございます。めっちゃ美味しそうだよ。香りやば。いただきます。めっちゃ野菜が多い。すっごい。ニラだけじゃないよ。もやしとか人参とかいろいろついてる。これこの香りだけでビールいけるわうん、味付けめっちゃ美味しい。もう香りからわかるもんね。ニラもシャキシャキしてそうだね、うん、お肉も柔らかくて美味しい。まあ絶対合うね。お、行った。行きました、社長さん。だから私はやっぱりそのままでビールを飲むんじゃなくて、こう食べ物と一緒にビールを飲むのが美味しい。餃子も来ました。これが 1,2,3,4,5,6,7,8 個で8個も入ってる。500円。500円だったよ。安くない？めっちゃ安い。安いよね。カリカリで。カリカリのレナが好きなタイプの餃子やん。うん、皮がめちゃめちゃ美味しくてめっちゃ美味しい。ちなみに餃子食べてる間にシューマイ来ました。これ美味しそう。湯気やば、熱々じゃん。そうだね、あ、そうだね。ちょっと待ってた方がいいかも。やけどするね、絶対に。見て、まあこのシューマイ非常に熱そうだけど食べたいよね、熱い。早くシューマイのタレね、わさびかな。これわさび、それわさび、黄色いでしょ。からしだからしです。ほ
本当にたまには本当に頭悪いね。ビール飲んでますのでね、残念ながらお許しくださいね。そういう問題じゃないよ。今日疲れたからな。目玉の空いてる、今日疲れてたからな。いい、あります。ゴロゴロパンパンじゃん、うんうん、めっちゃ美味しい。何、あ、ごめんなさい、社長さん、ごめんなさい、すいません、仕事してないね、すいません、うん、とっと、もう終わった、とっと、レナが飲んでるからね。ビール終わっちゃった。俺もう3杯ぐらいいっちゃいましたので。やっぱり最高。しかも中華にはビールだな。毎回恒例のレナさんの凄賞作りです。うまくなってきました。餃子俺食べたけどマジうまい。マジ美味しいね。うん、やっぱり凄賞本当に最高だよ。さっぱりになるから餃子が、うん、本当に飲みたいぐらい。飲んでもいいよ。これじゃなくてこれを飲む。最高ですか。最高です。瓶ビールをください。瓶、はい、ビール追加ですか、社長さん。イエース。墓が全部飲んじゃったから。私はこれしか飲んでないからね。どう社長さん、2杯か3杯飲んだよ。速攻できました。瓶ビールめっちゃ冷えてる。キンキンです。さすがにいいんじゃない。いつもさ、レナがさ、食べ物いっぱい食べるでしょ。さすがにビールは俺がいただいてもよろしいんじゃないですか、バランス的に。ダメだ、ダメだよ。はい、最後の一口ですか。ニラ炒め、うん、めっちゃ美味しかったよ。いや、マジうまいね。味付け最高なんだけど。半分いただきました、うんうん、ありがとうございます、うん、今日は半分分けていただきました、うん、こう褒めとかないと次からもらえなくなるからね。本当にみんなどう思ってるのかな。コメントで教えてくださいね。タクタが別にガリガリじゃないよ。俺ガリガリよ。めっちゃ食べてる。めっちゃ飲んでるよ。めっちゃ飲んでるは合ってる。めっちゃは食べてません。自分で注いだの。自分で注ぎましたよ。あの空っぽになっててもレナさんが注いでくれませんでしたので。だから今からボトルを没収。もう自分で注いじゃいました。餃子が中華の中で一番好きだよ私。見て、もう餃子1個しかない。俺1個しか食べてないね。餃子パクパクスナック菓子のように食べてる。ああ、なんか餃子の早食い選手権とかに出ればいいんじゃない。あるよ日本で。最後の1個もいかれた。どうぞ早食いはしたくないよ別に。やっぱ凄い賞なんだね。うん。社長空いてます。見て、社長満杯ですけど俺空いてます。なんかタカが早すぎるよ飲むのが。はい、その問題だよ。ラベルが下を向いておりました。でもありがとうございます。そうだよ、ついていただいただけでありがたいです。これが来たよ。おお、ザーサイ来た。これなんかすごいあのいい感じのビールのおつまみでしょ。そうね、うん、うわ聞こえた、シャキシャキって言った。コリコリ、もうこんなん絶対ビールに合うもんね。最高でござんす。ビールのお供。そうだね、うん、来ました。笑顔です。すごい笑顔です。レナの大好きな大好きな酢豚が、これがなんかめっちゃ美味しそうだよ。テリテリ。そう、シェアしない。シェアしない。いつも通りです。いやいや、多いからシェアしてあげる。いつも通りです。さすがに私でもこれが食べたら食べれないから。よく言うわ。見てこれ、なんか色めっちゃ良くない？人参とじゃがいもとネギと鶏肉かな。酢豚だ。あ、豚肉だ。酢豚。すいません、酔っ払っておりますので。酢、うんうん、のあれが好きだよ。ああ、お酢がね、酢胡椒大好きなぐらいだもんね。そうそう、ドイツにお酢ってなんの。ビネガー、サラダとかに。ああ、バルサミコ酢とかも。そっか、あ、だから普通にね、ドイツの文化にもあるね。でも料理に使うことあまりないよね。サラダにつけるのか。うん、ん、じゃがいもじゃねえぞ。なに、なにそれ。あ、なに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 なんか酸っぱかった。シャキシャキしてるでしょ。シャキシャキしてる。タケノコだね。はい、お酢がパカパカ。そもそもさ、意外と少ないね。633ml でもう2本なくなりそうだよ。まあ、2人で飲んでるから減りは早いか。2人で飲んでないよ。え、2人で飲んでない。このボトルは これしか飲んでないよ。あ、そうでした。まだ、うん、あ、じゃあ私がほとんど飲んでる、うん、そうだよ。あ、文句あります。あります。
うん、私もっと早く飲まなきゃいけないってことだ ね、 じゃないとどんどんなくなりますよ。でもそれをするともう一杯の注文しなきゃいけないよ。そうだね、10杯ぐらい今日目標だからね。普通の人は2人で仲良く食べてボトル1本でしょ。あ、そうなの。知らないけど、ドイツ文化そういう。じゃあ日本の親父文化は1人5本ぐらいからこれ。本当に本当に。じゃあコメントで聞いてみましょうか、社長さん。Yes。 ぜひ食べに行った時にボトル何本飲むか。行くでしょ。1本でしょ。普通の人は美味しく飲むんじゃないの。コメントでお待ちしております。めちゃめちゃ飲むんじゃ、まあ美味しくめちゃめちゃ飲む人もいるからね。そうだよ、美味しくめちゃめちゃ飲む人いるからね。ね、はい、皆さん、レナが静かになったと思ったら恒例のメニューチェックしてます。締めの中華そばを注文しようと思って。締めラーメン。ね、締めラーメン。いいね、中華そば。ね、はい、終わりだよ。ありがとうございます。これを飲み終わったら終わりだよ。もう注文してあげないよ。終わりですか。もう終わりだよ。今日一日中仕事してましたよ、レナ社長のために。の今日は遊んでたよ、タカが。あ、そうなの、うん、聞きました。中華そば見てもう透明なツヤツヤしてるね。スプーンがありましたよ。レンゲね。スプーン、レンゲね。これ全部同じだよ。全部一緒だよ。スプーンだよ。レンゲです。あ、さっぱりして美味しいよ、本当に。これ絶対うまいもんな。最後にこれ締めでめっちゃ最高。中華料理屋さんの中華そばって最高だよね。なんか懐かしい味するよね。褒めてくれないかい。何を。ああ、すすれるようになりましたね。おめでとうございます。無視された。今何言った。褒めてくれないかいって言った。これに対して点数を1から10までつけてください。そうだね、コメントで教えてください。もうできない。あ、ダメだ、全然すすってない。美味しかったです。ビールが終わりです。ビールがもう、レナがほぼ飲みましたね。ノー、ビールは私が飲みました。そうだよ。すみませんでした。でもラーメンはでなんか食べ続けます。はい、うまかったよ今。うん、気抜いてたらうまかったね今。本当にあれなんかめっちゃうまくなってるよね。すするの、うん、うまそうに食べますね。ごちそうさまでした。おいしかった。お腹いっぱいだね。おな、え、怖い。正直に言えばもうちょっと食べれるかな。じゃあ追加注文しましょうか。いや、とりあえず帰りましょう。大丈夫ですか、うん、満足ですか。大満足ですか。いや、もう大満足。このお店はめちゃめちゃ町町中華でした。町町町中華だね。町町。ではでは、毎回恒例お会計じゃんけんのお時間です。ここは今日は勝とうと思ってます。負けた方が負けた方が払います。最初はグーじゃんけんぽん。あ、負けた。10回中1回しか勝たないなら。すごい、今大はしゃぎしてたよ。タカが払うところでもうちょっと高いところに行った方がいいんじゃない。確かに今日めちゃくちゃコスパいいと思うよね。町中華はそんな感じだから。じゃあ今日は部下のおごりということで、はい、なけなしのお小遣い使います。ごちそうさまでした。なんか台所から音が聞こえる。どうしたんですか、社長さん。ちょっとだけまだお腹減ってるから、ちょっとだけ作ろうかなと思って料理を。もう今中華、町中華食べて家帰ってきました。だし巻き卵とか鮭が残ってるから、あの鮭のお茶漬け食べたいでしょ。すごい食欲だね。鮭のお茶漬け食べたいでしょ。もう俺お腹いっぱいです。なんでこれ締めとしてご飯。今日何のご飯の、ね、食べてないし。締めのご飯食べたいの ね。はいはい、わかりました。ちょっと中華今日食べたから、うん、ちょっと日本っぽいもの食べたくない。さすが日本の親父や。そうそうそう、だから作ってきます。最近この休まりだしを使ってて、こういうティーバッグになってて、すっごい簡単に作れるからおすすめです。卵割っております。このティーバッグに入ってる粉を小さじ1をここにちょんちょんちょん入れるだけ。はい、次はお茶漬け用のだしを作ります。はい、いただきます。作ったのがだし巻き卵と、あとは浅漬け風ピクルズ
と酒茶漬け。定食完成したやん。そうだよ。待って。さっき食べたよね、中華料理。ちょっとこれだしを作ったからここに。うわ、美味しそう。めちゃくちゃ食うやん。うわ、めちゃめちゃいいだしの風味をするよ、これ。食欲お化けですね。いただきます。聞いてません。いただきます。あー、めっちゃ匂い、匂い。あ、俺もちょっと見たら食いたくなってきた。後で食べよう。うん、やっぱりだしの味が美味しい。あ、だし感じれるようになってきた。いつもだし感じれたよ。あ、そうなの。 Yes。 あれバカ舌で噂じゃなかったっけ。 No。 あ、だし感じれる。うん、ふん、だし感じれるし、めっちゃ美味しそうだね。この安丸だしを使うと本当にめちゃめちゃ美味しい料理ができるよ。私のだし巻き卵綺麗じゃないけど絶対に美味しい。でも美味しそうだね。うまいんじゃない。うん、ふわふわで本当にそのだしの粉入れるだけでめっちゃ美味しい料理になる。すっごい簡単なレシピだし。食べました。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。お腹いっぱいになりました。さすがに、さすがに。デザートぐらいは。はい、ここからコンビニ行きます。休まるだしでなんかデザート作れるかな。ちなみに今日使った3種類の休まるだし全部美味しいから、あの3種類のセットが売ってるから、それがおすすめです。マジおすすめだねこれ。はい、私たちの概要欄に今限定リンクが貼ってありますので、それで特別な価格で買うことができます。アンケートで LT ブログを答えると割引されますので、概要欄をチェックしてみてください。はい、というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。